花火大会。さやかちゃんがたくさん用意してくれたんだ。いろんな種類があるんだよ。どれからやろうかな。やっぱりネズミ花火か。ビッグフレンズの咀嚼麺です。今回もね、ガチャをやってくんだけど、ちょっとね、この石がね、333枚っていうね、奇跡の数字になってるんで、まあ、この状態でまず単発の1回ガチャ、1日1回限定と無料の10連ガチャ、これをそれぞれやってね、またここで神引きが来るんじゃないかっていうね、予想を立てつつやっていきたいと思います。まずじゃあこの単発ピックアップガチャだな。いや、このガチャからね、初めてやった時出てきたからね。不思議、あなたの因果に変化が起きたみたい。変化よ、起これ変化。あ、まあ、変化って、ああ、モキュウイロハだ。モキュウイロハでございます。まあ、モキュウイロハだよね、普通に考えたらね。一発目からいきなりね、出てくるってマジですごい確率だったんだろうね。で、まあ、紅茶でしょ。あ、1回ガチャ1枚あるな。これもちょっとやっとく。そう、2枚目のね、このガチャ何のやつだ。不思議、あなたの因果に変化が起きたみたい。あ、これ多分ログイン370日目のガチャだね。ログイン370日目の奇跡、奇跡を起これ。モキュウイロハ、モキュウイロハばっかりだ。まあ、たくさんのモキュウイロハたちがね、くすぶった結果出るからさ。そう、この前もう5人衆になっちゃったからさ、そうは簡単にいかないってことだろうね。よし、じゃあ10回ガチャね。これ1日1回無料でできるんで、これをねやっていこう。深く広く果てしなく、あなたの全てを見せて。あー、ちょっと順番間違っちゃったかな。先にこの全てを見せてからいつもやってたもんね。私の全てを見せてやろう。目を閉じて確定演出を見ない。よし、集中線のところで目を開けたぞ。集中線のところで目を開けた時に5人衆が出てたりするパターンが結構ね、多々あるからね。そうで、レイラ、さあどうだろうな。これは普通のメモリアかな。だな。さあ、今のところなんか魔球めいてるけど大丈夫。あ、これ星4メモリアじゃね。お、星4メモリア来た。お、やった。果たすと誓って約束。あ、これでやっと貫突できるな。ずっとね、1枚足りない系だったから、ね、これも星4じゃね。お、来てんな。お、やったやった。え、何それ、何それ。ま、なんかホムラちゃんが2回連続いいね。果たすと誓って約束を次は叶えますよっていうフラグかもしれないな。あー、なるほど、魔王系ね。で、これは普通の魔法少女だね。八千代さんか。どうなんだろうな。ここでちょっとガバッと出てくるかな。でも星4メモリアが出たってことは、ウィチャンスとか花が光ったとかそういう感じでしょ、きっと。そう、あんまりね、演出のこと詳しくないんだよね、実は。とりあえず魔球いろは花光らずが一番ね、がっかりの演出だっていうのはなんかで見たんだけど。お、魔法少女来るかな。魔法少女もなかなか来ない感じ。てか水が多いってことは、なんか水のなんかだったんだな、これきっと。お、やった。チュン、チュンメイユーが出てね。これはなんだ。これは普通のやつか。アーシの靴でしょ。いや、いつもアーシの靴でしょで最後終わる感じするな。あ、でもこれ結構メモリアは美味しい感じだね。この、これ確率でクリティカルが出るからね。でね、前回の動画で言うの忘れてたんだけど、マギアレコードが漫画化されて、それの記念でね、このもう一つのストーリーっていうね、結構ちょっと強めのメモリアがもらえるんで、
これね、交換し忘れないように気をつけましょうっていうね。これをずっと言おうと思ってたのに、もうずっと忘れて2日経ってしまったから。見て見て、ここに小さなカニさんが、ここくらちゃった。こっちの小さなエビさんもかわいい。磯遊びも楽しいね。風呂場なんだけどな。めちゃめちゃなんか入浴場なんだけどね。ということで、まあちょっとね、あの単発と10連っていうことで短めの動画なんだけど、まあ一応ね、単発からね、神引きするっていうね、あの噂をね、噂が現実だったのを目の当たりにしたんで、次回以降もね、この単発だけはちょっとやっていきたいと思います。じゃあ、またの。